ここで差がつく高校受験対策古文常識参戦古典まじ意味はからんって人ほど今と違う昔の常識を知っておくと少しやりやすくなるよその1突然歌い出す歌といっても和歌というものでこんな感じで本文に書かれている伝えたいことは和歌にするのが古典ではよくある和歌が上手い人は尊敬されやすいのも特徴なぜ突然歌うのって思うかもだけど今でもディズニー映画とかでいきなり歌い出すものってあるよね その2、神様は親孝行。家族愛大好き。親孝行や家族を大切にしていると、神様が感動してくれて良い結末にしてくれる。いきなり神様が竹の子を生やしてくれたり、病気を治してくれたりする。若に感動して願いを叶えてくれることもあり。その3、人間以外も大活躍。カエル、鳥、アリ、何でも登場人物となる。タイトルがイソホ物語だとイソップ物語のことなので。 いろいろな生き物を使って教訓を伝える話になることが多い。千年前の話とかだから今とは違った世界だという考えを前提にして読んでいこう。